この動画はフォンテーヌ魔人任務、リネ伝説任務等のネタバレを含みます。また動画内に出てくる画像は実際にそのキャラクターアイテムを指すわけではございません。ご了承いただいた上でご視聴をお願いいたします。ここにいる小さな兄弟はリネとリネット、まだ幼いですが両親を亡くしています。養ってくれる人がいない以上、彼らは自身で生活費を稼がなくてはなりません。そこで彼らは路上でマジックを行っている人間に目をつけ、彼らの技術を見ただけで盗み、それを売り物にするためのスキルをプロから学びました。そしてリネたちの技術を見た貴族が彼らを養子として迎え入れます。しかしその貴族の真の目的は、リネのマジックの腕とリネットの珍しい養子と美貌を自身が業界でつながりを得るための道具として使うことでした。そんな中事件は起こってしまいます。とある社交パーティーの最中、いつも通りマジックを披露したリネはリネットがいなくなっていることに気がつきます。なんと彼女は養父自身の手によって、そのパーティーでリネットを気に入った別の貴族に売られてしまったのです。貴族が少女を買う理由なんて綺麗なもののはずがありません。急いでリネはリネットを連れ去った貴族の家に忍び込むと、そこには貴族の亡骸の横に佇むとある人物の姿が。なんとその人物こそ、彼らが現在お父様とするファデュー執行官ファタス第4位の召使いでした。リネットは貴族が強行に及ぶ間一髪のところで彼女に助けられていたのです。そこで彼らの現状を知り、才能を感じ取った召使いはハウスオブハウスに彼らを迎え入れます。そこから彼らはお互いの絆と技術を生かして数々の任務をこなし、ついには神の視線を集め、表向きはフォンテーヌ一のマジシャンとアシスタントとして日常を過ごしています。フォンテーヌで彼らのショーを見る際は、何もやましい隠し事がない状態でご覧になることをお勧めします。